体の気持ち。一人で生きてる人なんかいない。必ず誰かとつながっている。愛されていない人なんかいない。ただ知らないだけ。幸せの種はみんなの分あるんですよ。だからまずは知ることからです。今日はですね、はい、数字、うん、数字とはね、それぞれ異なった波動や意味があります。未知なるパワーと可能性を持っています。繰り返し目にする数字があったなら、それはあなたに送られたギフトメッセージ。ね、古代バビロニアで数の神秘を研究する学問が起こり、うん、後にね、ギリシャの哲学者ピタゴラスが現在のスタイルにしたと言われている、うん、ヌメロロジー、数秘術。ああ、日常の中にね、どれだけ数字でこういろいろ支配されてるかっていうと、うん、本当は人間って五感があってね、はい、寒いとか暑いとか、うん、匂いとかいろんなことで、あのもっと本当はこう 才能というか感性もいろいろあるはずなのに、数字化されていることで時間があるから時間がわかるでしょ、はい、で天気も天気予報っていうので、あ、そうか、ね、そうか、うん、見ちゃうから、うん、はいはい、五感で何も感じることないわけよね、うん、見ればわかる。そうそうそう、ね、うん、あのだからそれがいい部分と悪い部分と両方あるんだけれども、みんな正確に統一されたけれども、うん、自分たちで感じることがちょっとなくなってきちゃってるね。あ、で、沖縄にね、ドゥーフンシーという言葉があって、ドゥーっていうのは方言で個人や自分自身、うん、でフンシーっていうのは風水で、うん、自分自身の風水、当たり前のことを当たり前にやること、うん、幸せになるかどうかは自分次第、とにかく動くことが大事、はい、他の誰でもない本人にとって居心地がいいかどうかで物事が判断されていけば、うん、なんかストレスだったり、うん、不具合がいろいろ起こらないんだけど、やっぱりだんだん世の中がね、うん、そうになっていっちゃうの で、うん、で私がほらシンクロメッセージってね、クリスタルで、はい、やってるんだけど、うん、みんなそれぞれ個人にもいろんなメッセージがあるんだけど、メッセージだと思わないで見逃しちゃったりするから、うん、メッセージ受け取ってない、特別な人しかメッセージっていうのは受け取れないんだよってなってしまってるんだけど、うん、そうじゃないよね。うん、でもそれ一つ数字を持ってきても偶然じゃなくて、うん、自分が生まれた日の合計だったり、はい、あと自分の持ってる携帯だったりとかっていうのが実はすごくあの意味があるってことだったりするね。だから自分の、はい、1900何十何年何月何日って言って足してってみてほしい。それぞれですか？そう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 、あ、暗算できる人はどうぞはい、合計は1990。違うよあ、でも一桁ずつ1足す、あ、わかりました、わかりました、はいはいはい、やりましょう何、ね、1足す9足す6足す1足す、まあやっててね、はい、それでね、数が持ってるいろんな意味があって、はい、どこか書いといて、はい、ちょっと自分で今ミッチーがね、うん、いい、はい、自分で数を浮かんだ数を言ってみて。私？うん。五。五。あ、もっと三桁までいいんだけど、とりあえず五でいい？うん。例えば五って言われたら、五はね、冒険心が大きくなり、うん、活動の場が広がります。はい。ただ衝動的な行動で周囲の人を驚かせるかもしれません。数浮かぶもの。13。13、微妙な立場に立たされているのなら一歩譲ってしまうのが解決のコツです。思いが伝わるように心の中で祈ってくださいって。おー、うーん、いくつ？11。みんな少ない未知のものに対する好奇心が強くなります。ただし刺激があるところには危険が待っています。常識の範囲で行動すれば全てを楽しめます。何の数字ですか？何の数字ですか？何でも思い浮かぶ。
今数字はどうぞって言った2桁だから2桁までどうぞ189だよね189税込みみたいな何も難しく書けることは思いつきや偶然に身を委ねてるまんまやんけいや不思議当たるかな、ね、不思議なんだこれ分かるねえ私これでね、うん、あ、ええ虫が思わずバレんかったなびっくりしてまた浮かしがね結構ねあの携帯の番号を、はい、後半、うん、足してみて自分の、うん、あ、熱い後半足した足したいくつになった24、はい、4桁ですよねいや違う違ういいのいいのえへむしが24あ、いい感じうん財運健康直感モテる成功玉残しセレブリティその番号だからいいんだよねあ、そうなんだ、それこそ僕ね14でした14、うん私だって番号変えたんだもん。あ、そうなんですか。あ、なるほどね。あ、ちょっと密かに読んで。これね、あ、運命と宿命ってあるじゃない。運命は変えられる。宿命ってほら、まあ男として生まれても女になっちゃう人もいるけど、だからそこが変えられることであれば、全部こんなことに支配されてはいけないんだけど、はいはい、なんか。気になったんだらね、変えるとか、うん、あ、まあまあそうですね、できる範囲でね、でそういうのもこういろいろ使っていくと、活用していくとだね、はい、いろんな自分の思うことが叶う一つになるかなっていう、またちょっといろいろ深くあるんだけど、はい、そのいっぺんに5分や10分では語れないのでまたちょっと数字をやってまた夜の部で、あ、そうですね。189円笑った。189円笑ったね。痛いでしょ。びっくりした。やっぱり出るんだね。そうそう。だからシンプルメッセージと同じように今あの前田君の場合はぴったりだったでしょ。うん、でなんとなく言われて、うん、あのシンクロと一緒。うん、あ、言われた言われたって後から思ってもいいし、うん、あの来週でもいいよ。うん、あ、先週言われた。はいはいはい、あ、そういうのありますね。そうそうそう、はい、だからそういうふうにいろんなことがたあのルディ一人でもいろいろあるんだよって分かってれば、人にもあるわけじゃない、うん、はいはい、だから人のタイミングもあるし、うん、ね、そこにだから言葉にしたことが全部言葉である思いじゃなくて、うん、言えないこともあるだろうし、うん、そういったことがみんなあの分け合って、うん、あの感じ合えていけたらいいなっていう、うん、なるほどね、体の気持ちっていうタイトル通りで、はい、そうですね、体が語るものってあるからね、うん、そんな風にみんなしてったらいいんじゃないかなって思います。はい、はい、さあ来週もまた体の気持ち、心のままにあなたのままで輝くために誰もが生まれてきたんです。人と違うことは素晴らしい。そして全ての出会いはギフトです。苦手なことやうまくいかないことにはヒントがたくさんあります。ぜひ見逃さないでほしいです。また来週。暑さ、ちょっと暑さがマックスになってきた。時間が誰にでもある思い出の曲。聴いているとその頃の気持ちになってしまうから不思議ですよね。年を重ねれば重ねただけ。なんだか素敵な話になっていたりして、ロマンチック親父なんていいじゃないですか。高校生の頃、テニス部に所属していた僕は一つ年上のテニス部の先輩に恋をしました。アイドルの堀ちえみに似たいつも元気で笑顔の素敵な人でした。肩を怪我してプレーできなかった僕をいつも励ましてくれた人。一度だけ二人で映画を見に行きました。彼女との最初で最後のデート。僕はずっと彼女を持っていたけど、彼女は卒業後野球部のエースの人と付き合っていると風の噂に聞きました。その頃ラジオからいつも流れていたこの曲、シカゴで素直になれなくて。ぴったりだね、時間ね。この時間は私の時って
誰も教えてくれないのね。あ、でも大丈夫だ、大丈夫だなっていう感じです。そうそう、大丈夫だなだったんで、そうそう、あの全然回ってると思って、余裕あると思ってたから、うん、多分こんな感じだと思ってた。上手くなったね、喋り、あの良くなった。そうですか。超勉強になりました。日頃ニョキニョキ体を教えてるから、先週コテンパイだった。先週コテンパイだった。日曜日の紹介に20分くらいですか。あのコンシェルジュさん、順番にちょっと写真を撮った。ミュウさん、お写真撮って、ちょっとそっちを撮る。次、トモコちゃん、この間に撮らないと撮れないね。あ、取れちゃった、たぶん。写真ここに行けばいいです。なくなっちゃった。先の人がいいかな。ちょっと順番に、はい。喋ってる姿。あ、マジですか。あ、普通にカメラで、立てて撮ります。はい、チーズ。いやー、完璧っす。はい、じゃあ、はい、ここに座っちゃう。うん。ちょっと嬉しい。撮ります。はい、チーズ。ほんと可愛いね、ゆりさんって。台湾の写真と違うじゃないですか。変顔、台湾の写真、変顔バージョン撮ってきます。はい、ともちゃん、いいから。すいません。ともちゃん、時間ないから。そうちょっと見たかったから。撮ります。はい、チーズ。でも多分今の一瞬ユーストリームで流れてますよ。全世界発信ですよ。全世界発信。はい、はい、よし、くじった。ニュキニュキも撮っとこか。いや、もう出せ。オンタイムで大丈夫ですか。ちょっと前から巻きましょうか。カバンつっちゃいます。ちょっと今撮ったらすぐ。はい、いきます。はい、チーズ。はい。自由なんでしょ。確かに。じゃあ戻ります。はい。